2015年7月にインドネシア政府が発表した首都ジャカルタと西ジャワ州バンドン間約 150km を結ぶインドネシア高速鉄道の建設。日本と中国が高速鉄道システムの入札を競い、最終的には財政負担を伴わない中国案が採用されました。この鉄道は当初2019年の開業を目指していましたが、土地収用が進まないなどの理由で工事が遅れ、途中で開業目標を21年に再設定したものの、工事の進捗率は現在も 50% に届かず、先月29日にはさらに1年程度遅れる見通しをアイルランド経済担当調整省が発表しています。さらにアイルランガ氏は同日、ジョコ大統領の要請としてジャカルタ・バンドン高速鉄道建設の共同事業体に日本を追加することを検討していることも発表。日本を巻き込むことで工期の短縮を目指すものとみられています。 CNN や CNBC の現地版などが一斉に伝えているこの件に対し、インドネシアの人々から様々な反応が寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。